ピンがまあまあ近いところのアプローチをやっていきたいと思います、はい、見てわかる通りここからちょっと平坦なのね。平坦なんだけど、ちょっと登って下がってからグリーンなわけよ、はい、サンドウェッジとか多分アプローチウェッジをみんな持ち下がると思うんだけど、はい、そうすると落とし場所っていうのがちょっと傾斜になってるところ、はい、下ってるところにキャッチさせないといけなくなっちゃうから飛んでっちゃうのね。前これ転がるってことですか。転がってっちゃうわけよ、はいはいはい、なんでそれをちょっと防ぐためにグリーンにはピッチング、はい、ホワイトにはユーティリティを持ってもらいました。パターの延長でこんなもんかな。そう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 、ナイスナイス。あ、でそう転がらないのよ。なんでもうちょっとじゃあ大きく振ってみようみたいな感じで、もう一回。あ、強い。そう、それじゃあ強いよね。この間からそうだね。そう、感覚を養うわけですね。これで。そういうことです。はい。はい、そうだ。ナイス、いいじゃん。今リズム数えた。お、いいね。素晴らしいですね。素晴らしいですよ。今1、2って言ったよね。だってね。うん、いいね。小学生。いいよ、いいよ。いや、いいと思うよ、それ。だね、とりあえずできるまで言った方がいいと思うよ。自分でね。そう、自分で言って聞かせる。今のが一番。言った。お、いいじゃん。そうだそうだ、ナイスナイス。いいじゃん。お、いいじゃん。いいじゃん。この失敗の仕方がいいよね。最初ショートして、次ちょっとデカめに打とうつってオーバーして、でその間かっつって、そうですね、3球左右ね、真横だからうまいよね、うん、一言どうぞ。え、いい感じいい感じよし、じゃあ次グリーン。じゃあ次はグリーンです。さっきホワイトはね、初心者の人は基本的にはユーティリティ、まあ女性ね、女性の場合はユーティリティで何でもかんでもやっちゃった方が、まあ、一律していいかなっていう、これはこれの打ち方、これはこうしないとダメな打ち方っていうのだとやっぱり頭が混乱してきちゃうから、うん、ちょっとあんまり私の中ではちょっと良くないかなって思います。で、じゃあ次は85切りの彼をやっていきたいと思うので、ピッチングを持ってもらいました。なんでかというと85切りつったとしても、そのサンドウェッジ何持つ今までだったら、このレッスンする前だったら。レッスン前だったら58です。もう一択です。58だよね。で、まあ確かにみんな多分58持ちたがると思うんだけど、その58でどこを狙って打つかとか、あとはどんな球で打つかっていうのが決まってない人っていうのは、基本的にはピッチングとか長いクラブを持っちゃった方が楽なのね。確かにね。私は基本的には56度でだいたいやるんだけど、56度でそのちょっと転がしていきたいのね。だから低い球でちょん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 みたいな感じで狙っていきたいなっていうのは思うんだけど、それは決まってる人、打ち方がなんかこういう風なイメージで打ちたいっていうのが分かってる人だったら、OK、レッドがそうっすよね。あ、そう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 、レッドがこういう風にして打ちたいなって言うじゃん、結構打つ前に。もうで完全に低い球でね、58だよね。あ、そう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 、それは全然 OK なのよ。なんだけど、なんかあやふやにその辺落としとけいいやとか、とりあえずこう58度でとりあえず上げとこうとか、そういう人はあんまり良くないのね。上げるっていう発想がまず、ここで上げるっていう必要性がないからまずね。で、上げると何が悪いかって、距離感が合わないのと、あとは止まっちゃう、だから入らないってこと、イコール。なるほど。そう、転がした方がいいってことですね。せめてやっぱこういうところだったら寄せ1ぐらいのところまで寄せたいってことですよね。そういうことです。はい、じゃあそしたら、ピッチングだとどこ狙う、落とすと、うん、からの手前ですかね。そうだね。今さ、ボールが落ちてるところあるじゃん、手前に。そのちょっと先ぐらいでいいもの、先か、そのボールあたりでもいいかなって思います。先ぐらいで行くかな。先は行くね、4人で。結構行くでしょ。ああ。そうだね。そっか。もっと手前だね。全然行くから。お、そう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 、ナイスナイス。あれでいいね。なるほど。
もうこの状態で LINE を見ますよね、もちろん。もちろんね。ですよね。大体ね。大体。まあ、だから、そういう時に右見て左見てって、大体やるんだよね。で、あ、ちょっと軽く左曲がるのかっつって、見るんだったら、今ホワイトが外したあのカップのすぐ右、見えるかな、わかんないけど、カップのすぐ右のボールがあるんだけど、あそこまでが限界。あれより右見ちゃダメ。そう。なんでかって言ったら、その右見すぎるとその上についちゃった時に下りのパットが残りやすくなっちゃうじゃん。で、あの 下りのパットとかが得意な人だったら別にいいんだけど、苦手な人が多分多いだろうから。下りのパットほど難しいものないですからね。まあそうだよね。でさ、あ、膝伸ばしてよ。で、前傾深くしてよ。アプローチもそんな感じか。そうだよ。で、手、手、はいはいはい、止まるよ。こういう感じね。ここからマウンドが近い。こういう感じですね。そうです。わかんないな、これな、けどな。マウンドがある感じですね。はい、ちょっと難しいところだよね。はい、まあ、今までのグリーンだったら何使う？ええー、ゴッパチですね。ですよ。全部ゴッパチって言ったので。全部ゴッパチなんでね。全部ゴッパチかなって思うんですけど、まあ、ホワイトの初心者ちゃんはユーティリティです。ユーティリティ。ユーティリティ。パターの延長で同じように。おお、うめえな。うまい、マジ。俺ね、ホワイトね、1球目2球目マジ大体うまいんだよね。3球目で崩れて、4球目とか5球目ダメなんだよね。集中力じゃない？集中力が続かないから。うまくいく。はい。ちょっと弱いかっていう言葉が出てきましたよ。おお、はい、いいじゃん。あ、いいね、これね、一回一回傾斜が変わるっていいね。はい、おお、うまいね、はい、うまいな。だからね、俺なんかね、ピッキュー持ったり、ピッチング持ったり、58持ったり、56持ったり、いろんなことやんなきゃいけないじゃん、うん、その幅を絞ってあげた方が。やべやべ、ラインを読み始めたよ。すげえな。さっきのラインをね、使ってね、向いてる方向がとんでもないんですけど、ね、うん、確かに、左向いてるよ。向いてた右向こう、そう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 、いや、全然いい。おお、ナイスね。そう、なんかあってなっちゃっても乗るっていうのが大事。はい、いいね。グリーンは、とりあえず吸盤を持ってきてもらいました。まあピッチングでもね、全然いいんだけど、まあその土手の傾斜の度合いによって P か Q か決めてもいいし、あとはまあ自分の得意なクラブを作っちゃっても別にいいかなって思います。その上みたいなとか、あとはトップしてね、バイバイとかねっていうのをなくすために、まあピッチングとか吸盤読んで、はい、ロフトがある比べてね、転がし系で。じゃあ、どこに落としましょう、当てましょう。マウンドね、土手中段ぐらいですかね。はい、いいと思います。ちなみに、あそこは左足下がりで
前でもいいかな。もうちょっとでもいいか、うん、だって芝がないから薄いから。あ、そうだそうだそうだ、ナイス、いいじゃん、いいじゃん、いい、いいでしょ。うん、ここでもちょっとさ、下さぐちゃぐちゃしてるじゃん、柔らかいじゃんここって。なんでそういう時っていうのもこの吸盤とかピッチングとかすごい使えるんだけど、さっきやったじゃん、上から落とすよって。で、逆面の時とかもそうなんだけど、絶対にちっちゃく上から下。そう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 、それでいい、それでいい、それでいい。今のミスだけど、うん、いい、全然いい、全然いい、前進むからちゃんと。そう、OK、ナイスナイス、超いい。上げないやつね。そう、上げないやつ。そもそももう持ってるクラブが上がらないからね。確かに。そっから上げようなんてね、どう考えてんの、何考えてんのって話になっちゃうから。じゃなくて上げたら落とす。そう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 。そう、オッケー。めちゃめちゃいい今。めちゃめちゃいいよ今。めちゃめちゃいいよ今の。うん、超いい。出た。どう思う？え？めちゃめちゃいい。超いい。やばめ。ちょっと控えめに言ってました。やばいじゃなくてやばね、やばね、はてなみたいな。なんで左足下がりとか、あとは下がちょっとぐちゃぐちゃなところっていうのはロフトがあるクラブを使って転がして上げてった方が楽ですよっていうお話でした。大好き、嬉しいね、嬉しい。手首を使いにくい、うん、するよ。しっかりね、握り心地が半端ないね。めっちゃ打ち合わせこれ。うわ、ナイス。